ともハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日のともハッピーチャンネルはこちら、マジック・ザ・ギャザリング最新商品モダンホライゾン2ドラフトブースターのボックス開封やっていきます。いやー、ついにね、この待ちに待った商品モダンホライゾン2出ましたよ。今のところね、マジック・ザ・ギャザリングの今年一番の注目商品でございます。このモダンホライゾン2、通称モダンホラ2はね、2っていうぐらいなんで1があったんですけど、これが出たのがね、およそ2年前、この時もね、めちゃめちゃ盛り上がったんですよね。マジックの遊び方って本当にいろいろあるんですけどね、その中でもポピュラーな構築戦いろいろあります。スタンダード、パイオニア、モダン、レガシー、ヴィンテージなどなど、あとパウパーとか統率者戦とかいろいろあるんですけど、この中で比較的近年のカードで遊ぶマイルドなスタンダードやパイオニアでは使用することができないカードがたくさん出ちゃうのがね、このモダンホライゾンです。下の環境向けのね、激しい強力なカードが封入されていますということやね。なので僕今日こんなに興奮してます。強いカードがいっぱい向けちゃう、いっぱい見れちゃうっていうことやね。はい、そしてなんと今回は3日連続でね、このモダンホライゾン2の開封動画いっちゃいます。通常のマジックの新セットと一緒で、ドラフトブースター、セットブースター、コレクターブースターって3種類のね、パックが発売されてるんで、この3種類をね、ワンボックスずつ金土日とね、発売週末がっつりエンジョイしていきたいと思います。それではね、もう待ちきれないんで、早速このドラフトブースターボックス開封いっちゃいます。レッツ開封。はい、外装はいつも通りのドラフトブースターのサイズですね。今回はさらなる地平を求めてということでね、モダンホライゾン2はマジックで大人気のフォーマット、モダンを称えたセットです。このセットにはモダン用として特別にデザインされた新たなカードや再録カード、そして要望が多かった敵対色フェッチと地が含まれています。そうなんですよね、代表的なレアとチフェッチランドの対抗色、白黒、青赤、黒緑、赤白、緑青がね、収録されてます。長年のマジックファンも新たなプレイヤーも各パックに込められたスリルとサプライズを楽しめるでしょうということでね、ドラフトブースターとは説明も書いてますね。はい、ドラフトブースターは伝統的なドラフトやシールド体験に最適ですということでね、マジックではドラフトやシールドリミテッドと言われるね、トータルリミテッドと言われるパックを開けてそのままそれで遊ぶっていうね、遊び方が超ポピュラーです。楽しいです。そこまで含めてカードデザインされてるからすごいよな。セットがデザインされてるからすごい、まあ、今回はね、そんなリミテッドもエキサイティングなパックになってるんで、ぜひ皆さん遊んでみてくださいということでね、早速いっちゃいましょう。もう量が多いんでね、ショットカットしちゃいましょう。パックから取り出しました。36パック分一気に見ていきましょう。レアカード中心に見ていきます。今回ね、最初にね、もう楽しみすぎて待ちきれなくてカードリスト見てます。カードリスト見てね、僕が最も注目だと思った4種類のカードがあるんですけど、強すぎるサルコとラガバン、5色に存在するピッチ能力、手札からカード追放でね、コストなしで使える効果を持ったクリーチャーシリーズの赤、そしてね、ジャンドおばさんこと黒緑赤のマナクリーチャー、そして神話デッキに最適な2ドロー付きの飛行クリーチャー、これらをね、引けたらいいなと願いつつ開封楽しんでいきます。それでは行ってみましょう。すごい量、物量。さあ、いきなりレアカード、虚空の鏡。2マナでプレイヤーが呪文を唱えるたびに、それを唱えるために色マナが支払われてない場合、その呪文を打ち消すと。結構すごいな、これすごい対策カードだ。0マナの呪文を打ち消すっても書いてますね。無色の呪文も打ち消す、あ、違うな、色マナが払われてない場合だから払われてればいいんだ。あれ、なんかレアカード2枚出てきたぞ。今回そういう仕様。ネビニラルの円盤、4マナのね、タップ状態場に出るパーマネント破壊、氷砕き、強接か無色マナ出す能力付きランです。マニアック。アンコモンコモンも結構いいカードあってね、あの赤の1マナのやつなんていいんだけど。ちなみに今回ね、ドラフトブースターからは拡張版のカードとイラストコレクションのカード以外は全部出売ります。つまりこの9枠とか9枠、この9枠に関してはね、9枠とか9枠フォイルは出る可能性あって、9枠のエッチング
フォイルバージョンは出ないみたい。ガイアの意志、カード名強すぎ、カード名強すぎだこれ。待機4、ターン終了時もあなたはあなたの墓地から土地をプレイしても呪文を耐えてもよい。ヨーグモスの意志みたいなね、このターンカードがいずこから、この表現なんか今回からな気がするな。このターンカードがいずこかからあなたの墓地に置かれるなら代わりにそのカードを追放する、いずれかの領域からっていう表現だったんですけど、お前はなんか短くなったんでしょうね今回から。なんかいずこかから、いずこかどこかからでいいんじゃないか。いずこかからっていう表現の意味ある。このターンカードがどこかからあなたの墓地に置かれるなら代わりにそのカードを追放する。どこかからでよくない、いずこかから、うん、っていうね、一ユーザーとしてあの感想をね述べてるのすぎないんで、別にあの商品とか翻訳にケチつけてるわけじゃないんでね。聖域の降り手、ニワナ02、好きな色一色のマナー X 点を加える、 X あなたがコントロールしているエンチャントの数に等しい。こいつ自身がエンチャントドライアドだから、ニマナ02でタップで1マナー出るし、ハンモとか土地につけるオーラとかね出してたらいきなり2マナー出ちゃう。結構すごいな、すげえカードだな、結構使われるかも。ちょっとわかりませんが、おこれスケッチ版のカードだ。初のスケッチ版はバンサーへの遅刻でした。なんかちょっと心なしかスケッチなんだけど怒ってるように見えますね。4マナ、あなたの墓地からクリーチャーカード1枚を対象とする、スロ戦場に戻す食物トークン1つを生成すると。信仰の復活、信仰の復活は待機2で、あなたの墓地から全てのエンチャントカードを戦場に戻す。そうか、待機でしか使えないけど2マナで使えて2ターン待たないと解決できないけど補充だね。要は補充、墓地から全部のエンチャント戻す。コンボデッキが昔流行りました。橋の大魔術師、これはスケッチ版ですね。スケッチ版って言ってもなんかこういう風にこう白黒の淡いやつとなんか微妙に色ついてるやつが混在してるみたい。サモネのトークンでないクリーチャー1体が戦場からあなたの墓地に置かれるたびに黒の22ゾンビを出すと。クリーチャー1体が戦場から対戦隊墓地に置かれた時、橋の大魔術師を追放すると。昔あったね、読みからの橋っていうカードがクリーチャーになったバージョン的なやつですね。あのカードはね、エンチャントなんだけど、墓地にある時だけの効果の珍しいカードだったんですけど、お、弓持つ実際、スケッチ。全部舐めるように見てたら、切りないのはもう様々ないいカード、様々なバージョンが出ます。でも結構ね、今回、あの、アンコモンで注目してるカードがあって、2マナの刹那のエディクト。専門用語だな、2マナの刹那のエディクトとかめっちゃ専門用語なんですけど、クリーチャー一体生贄に捧げてねってやつの相手が割り込めないバージョンのやつが2マナで出たんですよね。強そう。なんか、レガシーで実物政治教育打たれてエムラクール出された後にそれやったらカウンターされないとかね。グリセルブランド引かないでターン返してきたら打てば倒しちゃうとかね。暗号動物学者ローニス、悪夢の達人チェイナー、なんかドラフトブースターなのにレア2枚のことが結構あるんだな。まあ、単価高いですからね、この商品はね。ボトルのゴーレム、これなんか結構いいな、イラスト。ボトルのノームっていう昔あったクリちゃん似てんのかな。4マナ33トランプル、ボトルのゴーレムが死亡した時あなたはそれのパワーに等しい点数をライフを得る。うん、ボトルノームと似てる。はい、サイシス、2マナ1にエンチャント呪文を耐えるたびあなたは1点のライフを得てカード1枚引く。女王子の存在、3マナのエンチャントでエンチャント呪文を耐えるたびカード1枚引く。すごっ、一緒に使ってくれよと言わんばかりの、なんかこういう入り方なのかな、なんかコンセプト封入みたいな。いいですね、なんかデッキ組みたくなりますね。家宅捜索、クリーチャー1体があなたかあなたコントロールしてプレイゾーンから攻撃するたび調査を行うと。お、懐かしの退去の印象だ。置きバウンス、すげー、なんかこれゲーム中使いたくないな、なんかくっきりしてほしいな。このスケッチ版どうなんですかね、なんか僕的にはハンターハンター感がするっていうか、なんか手抜き感がしてあんまり好きくないんですけど、ゲーム中なんか代用カードみたいに見えそう、このくっきりしてなくて。なんかイラスト自体がね違うとかね、このカードが光ってるとかこう特殊加工されてるとかこうスペシャル感増してるのはいいんだけど、なんかこれだと引き算でオリジナリティを出すのもまあありだとは思うけど、なんかこう同じイラストを使ってるし、なんかちょっと手抜き感が出ちゃうっていうか、個人的にあんまり好きくないな、スケッチ版。どうですか皆さん、味がしていいみたいな感想を持ってる人も結構いるのかな。個人的にはだけど好きじゃない。さあ待機、
青マナインスタントでクリーチャー一体の対象とそれを追放し、それの上に時間かかった2個を置く。それが待機を持っていないならそれは待機を得る。クリーチャー2ターン待ってね、まあ、マナクリーチャーとかに言って時間を稼ぐのはいいけど、まあ青で除去だったらこんなもんですよね。おー来た、ついにお前の名前を呼ぶ時が来たか。アスモラのマルディカダイスティナカルダカール、アスモディナダルカナンダラナンドーラ見ないと読めないやっぱり、アスモラのマルディカダイスティナカルダカールということでね、はい、これのいろんな言語版のカードをね、画像を上げるのがなんかちょっと流行ってたけど、激怒ウィザーズからの挑戦状ですね。カード名の長さ選手権1位、一番長いカード名のクリーチャーです。名前の長い生き物って呼ばれるのかな、名前の長い土地みたいにね。侵略の命令2つ選べる便利掲示物。おついに来た乾燥大地、ノーマルレアだから、まあでも12パック向く前に1枚来たからまあいいんでしょうかね。白赤のフェチランド出ました。これ普通に楽しく見てたらいっぱいカード集まってくのは嬉しいよな。ちょっと店的にはね、こういう平時からたくさん在庫をねこう抱えてるようなカードがねいっぱい再録されちゃうと、まあそのセット自体売れるから言っちゃいいんだけど、ちょっと在庫のシングルの値段はね発表されるとこういうのが落ちちゃいますよね。そしてゴブリンの回覧術師、これ結構ねあの上位の金額で言うと上位のレア、ダクローの姿勢7マナ33なんだけど、探査で墓地のカード追放した分軽くなるから5枚追放して2マナ33飛行ですね。しかも追放されたインスタントやソーサリー分プライチカードを買った状態戦場に出るし、インスタントやソーサリーカードが自分の墓地離れるたびにまたプライチカウンター置くっていうね。だから2体目出すときに先に出てた1体目も美味しいっていう。そして青のドラゴンっていうね、これが2マナ88飛行とかで出てその後も強化されちゃうっていう結構たまげたカードパワー、まあでかいだけで除けられるっちゃ除けられるんだけど強いですよね。これ面白いな。火炎の襲撃、終了ステップの開始時に各プレインズウォーカーに5点与えるっていうね。しかもそんなんいらなかったら2万円サイクリングしちゃえるっていう、まあ、かなり限定的だけど、その限定的なシチュエーションにおいてはめちゃめちゃ強いみたいな、そんなカードですね。おー来た、各色にあるねピッチ能力付きクリーチャー全部漢字2文字、これは白のソリチュード孤独、すごい強いんだな。これ5マナ3に瞬速反魂で、まあ、贅沢は飛行も欲しかったけど、戦場に出た時これ以外のクリーチャー最大1体対象としてそれを追放する、そのクリーチャーことらそれのパワーに等しい点数のライフを得る。つまりね、剣を好きにソードストゥープロシャー通称ソプロ付きのクリーチャーです。そして自分の手だからね、白のカード1枚追放すると早期で使い捨てでいけちゃうっていうね、カード2枚使って緊急回避の除去としても使えるっていう、めっちゃ強いよな普通に考えて。これをねレガシーとかモダンとかのデス&タックスっていう霊気の薬瓶が入るクリーチャーデッキに入れて白タン、まあ、薬瓶貯めてったりとか5マナ揃えて後で普通に出すのもいいよみたいな感じで、使うのもねなかなかいいです。そして火炎の裂け目、懐かしのお互い4点火力が再録、いやーこの孤独は結構使われるだろうな。計算された爆発、3マナインスタントでめくっていってねマナコスト分ダメージ与えるっていうちょっと夢がある系のカードですね。しかもフラッシュバックできると。そして帝国の超歩兵再録、3マナ11パワー2以下のクリーチャー山札からサーチして手段加えれるっていうね、アドバンテージ得ながらクリーチャーサーチできるっていうかなりいいカードですね。来た来たよ、ドラゴンの怒りの媒介者、これ早速ねレガシーで4枚採用されたりしてるのを見ました。1マナ11でクリーチャーで呪文を与えるために重宝1を行うと、まあ、山札の上ねそのままするか墓地に送るかっていうかなり強い効果なんですけど、果敢じゃなくてね重宝がついてるっていう。で紅葉、懐かしの、ね、紅葉、墓地にね4種類以上のカードあったらプラス2プラス2飛行毎ターンマストアタックっていうカードです。まあ、ちょっとラガバンの影に隠れてるね、強すぎる猿の影に隠れてる感じはするけど、これもなかなかいいカードです。時空からの退去、非氷、すごいな、レア2枚のパックが結構あるな。この時空からの退去はなんだっけ、戦場に出た時全てのクリーチャーをアンタップし、その後時空からの退去は戦場離れまでフェイズアウトさせる。なるほど、全員をしばらく縛りますっていうカード。そして人氷ですね、これがもう今や50円で手に入っちゃうからな、再録によって。やばいよな、2点割り振りか1個パワーでタップしてワンドロー、かなり強いカードなんですけどね、これもね昔バンバン使われました。
お、なんだこれ、獅子のカルス9枠出ました。4マナ3号伝説のクリーチャー人間戦士、こんなやついたっけな。カードリスト見たときやっぱ一周見ただけじゃよくわかんないですね。こいつが戦場に出るか、あなたがコントロールしているプレゼントが一体が死亡するたび、あなたのライブラリの1枚からカード7枚を見る。あなたはその中からプレゼントカード1枚探し手札に加えるを選んでもよい。であなたがブレインズウォーカーの中精度能力を起動するためのコストにはプラス1が加わる。すげえな、マイナス1の効果がタダでできちゃうんだ。リラクサ農法、霊体の選択、懐かしのカード返ってきましたね。なんかちょっと旧枠のカード少し薄かった感じがするな。シェフのおすすめ来た。なんか今回料理コンセプトありますね。激浪の研究室、ウィザード戻すランド、ダイヤモンドのライオン、いいですね。ライオンの瞳のダイヤモンド効果がついてる2マナ22っていうことだよね。無色の2マナ22にしたらだいぶやばい効果なんじゃないかっていう。お、ミシュラの交渉いいですね。あれ、これはモダンで今回初めて使えるようになったのかな。レガシーではおなじみだけど、このミシュラの交渉は土地に幅が出ましたね。またね、かなり強い土地です。クリーチャーに変わっちゃうし、しかもね、守るとき自身を強化したりこう仲間を強化したりできちゃってね、同じ土地同士やばい。はい、そして来た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 、カルドラの完成体ボイル、多分嬉しい、これは多分当たり。このカルドラの完成体、昔ねカルドラの、兜、盾、剣かな、鎧、カルドラのなんとかっていう装備がね何種類かあったんですよね。でそれは大したことなかったんだけど、それの完成体ということでね、凄まじい効果になってます。7マナ生体武器でね、出た時まずトークン出しながらつけちゃうんだよ、それに。そして装備しているクリーチャーはプラス5プラス5先制攻撃、トランプル破壊不能、速攻と、このクリーチャーがクリーチャー1体に戦闘ダメージを与えるたび、そのクリーチャーを追放するを持つっていうね、結構やばい効果で、石風の神ピックから持ってきて効果でね、いきなり3ターン目出して5-5走れちゃうっていうね、夢のようなコンボがいきなりモダンに登場。石風の神ピカがそれによって高騰してますというね、現状がございます。移り気のピルー、これはなんか大したことなかった気がするな。これ8マナ77飛行反魂、アップキープの開始に3マナ払わない限り生贄下げる、死亡した時伝説でないかクリーチャーに7点のダメージを与える。リミテッドカードだよな、やっぱ。まあ死亡した時全除去ついてるにしても、骨砕き懐かしい、エコー付き除去付きクリーチャー、メリットとデメリット共存してるけどそれでも強いっていう。調和の振動、カード名的にはめっちゃ強そう。人間ウィザード果敢13、あなたがコントロールしてるシャーマンか、これ以外のウィザードの能力が誘発するなら、その能力が追加でもう一回誘発する。どうなんだ。ニクソスの模範、ラガマン引けないのかな、引きたいな。アンコモン4枚入ってるの嬉しい。浄化の印象かなり強いカード、オキティッチャ通称。おっ来た、影の処刑者ダッコン、嬉しい。黒危険のダッコン、ダッコンブラックブレードっていうカードがね、なんかすごい人気があって、初出はレジェンドのカードなんだけど、バインダーにみんなこぞって入れたがるみたいな、そんなカードでしたね。サマナの中性値が0だって、最初0だって出たら終わりやんと見せかけて、あなたがコントロールしている土地の数に等しい中性カウンターが置かれた状態で戦場出ると、まあ10枚ぐらい並んでから後で出せばね、いきなり10個っていう、そしてプラス1で重宝2で、マイナス3でクリーチャー1をいったら対象として追放。いいですね、除去付き。土地10枚の時置いたら3回除去った上でまだ生き残ってる。そしてマイナス6はあなたはあなたの手だから墓地からアーティクトカード1枚戦場に出してもよい。うん、面白いな、出る状況によって中性値が違うっていうのはね。序盤から後半までなんやかんや活躍しそうだし、代用コストに当てれるのもいいですよね。3色なんでね、白だったらソプロ追放除去で、青だったらクリーチャーカプレンズオーカーを疑似的なカウンターみたいなね、山札を戻すやつ、黒だったらハンデスということで、結構いいんじゃないかな。あ、対抗呪文来た、今まで対抗呪文打ち消し熱い。対抗呪文があったからマジックハマりましたっていう人結構いると思うんだよな。でも対抗呪文があったからマジックハマりませんでしたっていう人も結構いそうな感じ打ち消す側は要は気持ちいいんだけど、打ち消される側は気持ち悪いんだよな。少し初心者的には、上級者に近づくほどね、その消したり消されたりのやり取りが面白いんですけどね。滅ぼし2マナソーサリー、クリーチャー一体を対象として破壊する、まあ除去ですね、除去、除去で、白白に追加すると全除去にもなると。お、いいねこれ、これヴィンテージ入ります。あのね、今度使おうと思ってるんだけど、復讐ズタデッキっていうのがあって、1マナ11なんだけど、捨てるとね0マナで出せちゃうんだよね、その捨てる代わりに。これをね活かして悪さするデッキが存在します。引け、ラガマン、おい来たー、来たん、いいよこれ、トップ3ぐらいの当たりレアス。
ヨンマナさんに威迫で戦場に出た時にハンデス付き土地じゃないカードを捨てれますっていうね、そして早期、黒のカードを追放して早期は出た時墓地に置かれるんで、まあ呪文として使い切りみたいな感じになるんだけど使えちゃいますと。こいつの場合結構いいんですよね。4マナだから4ターン目とかマナ加速して3ターン目だったらまだ手札アーカイが普通に機能するターンでもあるから結構いいですよ。これはなんかコンボっぽい相手にはすぐ使ってビッグアクション通したいコンボだったりこうフィニッシャーを通したい時に0マナ使ったり、普通にね相手がゆっくりした時だったら4マナで使っていくっていうかなり強力なカードだと思います。アンマスク暴露っていうカードの強化版ですね。あれはアンマスクはでもイラスト本当に良かったからな、イラストではちょっと負けてるかなっていう。RK ポストさんっていう超人気のイラストレーターさんのこう本命カードって言ったらイラスト描く人は全部本命と思って描いてるだろうけど、まあ人気的なね、人気的なカードの強さ効果も相まってかなり人気のイラストの一種でしたね。暴露はお呪われたトーテム像復活お帰りなさい。だいぶ見た目変わってますね。前のやつもっとトーテム像感あったかな。激しい叱責エンチャント瞬速出た時カード1枚引く、全てのクリーチャー全ての能力を失う、終了ステップの開始時に生贄に捧げると。まあなんかあこれフォイルじゃん。スケッチ版で分かりづらかったけどフォイルですね。これスケッチ版のフォイルとかもなんか何がしたいんっていう感じが個人的にしちゃうんだけど、これ本当に挑戦的だけど実際人気がなくてこれはなくなると思うな。スケッチ版はどうでしょうかね。前もあったんだよな、なんかスケッチ版っていうかテストカード版みたいななんかシール貼ってある風のやつがたまにパックから出るっていうミステリーブースターとかであったんだよな。なんスケッチ版っていうのはこうその淡白さがいいというかさ、そんなコンセプトにそれを光らせちゃうのってなんか節操ない感じもするんだけどどうですかね。あ、個人的な感想ですからね、別にハレリアを代表して言ってるとかそういうんじゃないですかね。勘違いしたらお願いします。不吉な儀式の僧侶2マナ22タップ3点払って生贄されると墓地からクリーチャーを釣れると、しかも5マナで蘇生もう一回使えちゃうと、あと強いな、なかなかいいな。無名の墓山札から伝説のカード1枚を墓地に落とせると、うーん、ノーボの弱い版だな。いやー本当になんかこうなんかすごいな、本当に強いカードいっぱい出るパックって楽しいですね、シンプルね。やばいな。あ、これもチャンスある、これもチャンスあるみたいな、普通のね、スタンのパック見る目で見たらそんな感じになっちゃいますけど。おお来た、薄光の子、ハヒカラセの子のなんかリメイク版、リメイク版ってわけじゃないのか、イラスト描いてる人が同じだけど。9枠1マナ12でトークン1つで減圧されるとプラス22、すごいすごい、なんか8グみたいなやつだ。激しい叱責、さっきのやつだ、スケッチでやったやつ。あれスケッチ版となんかだいぶ印象違うぞ。これもしかして同じイラスト利用してない、本当にこのイラストを作るための本当のスケッチを利用してるかも。違う、アングルが違うぞ、ガチのスケッチだな。違うっちゃ違うのか。アカデミーの整備士、ラガバンは出なかったかな今回は。まあおそらくね 2.5 ボックスに1枚とかそんぐらいなんだろうけど、縄張り持ちの株でピッチの神話レモンさ、あいつらもさ出てるからいいんだけどさ、フェッチランドが出ないね、赤白しか出てないね、結構渋めかな。あ、こいつ結構注目だと思ったんだ。4000には入んなかったけど、縄張り持ちの株赤緑でこれバントって読むんですよ確か、ハンズじゃなくてバントって読むんですけど、縄張り持ちの株のパワーとタフネスはそれぞれあなたがコントロールしている中の土地の中の基本土地タイプの種類数に等しいということで、まあショックランドを3枚とかで5種類揃えたら2マナ次殴るとき5-5なんですよね。しかも攻撃するときにカード捨てて引くルーティング能力か先ルーティングなんて言うんですけど、墓地からカード1枚対象として追放する墓地追放能力、結構すごいですよね。2マナで出た瞬間もう4-4で出て、違うショックランドを2種類組み合わせればね、出た瞬間4-4で次のターン5-5にして殴れますと。しかも殴った時効果ついてる、かなり強い。墓地にカードいかないできたタルモゴイフより強いんじゃないかなっていう。お、魂の捕獲なんか次のやつめっちゃ気になるんだけど、何これ、避けがたい裏切りの旧枠待機シリーズだ。3マナ待機3、つまり4-5、6ターン目に使えると、普通に使えば、まあ、続章でめくっていってね、ゼロコストで唱えたりするんですけど、対戦相手1人を対象としてそのプレイヤーのライブラリーからクリーチャーカード1枚探し、あなたのコントロールから戦場に出すと。まあ相手依存のカードからちょっと微妙かなっていう感じですね。あれダメかな、ラガちゃん。あー、シビエルン、こいつもいいですよ。海と空のシビエルン、3マナ34、あなたがこれ以外に2体以上のマンホークをコントロールしている限り破壊不能を得ると。攻撃するたびにカードを引ける、やべえな。これもちょっと4000にギリ入んなかったっていう感じですけど、
これ以外であなたがコントロールしている全てのワンフォークは誤報1を持つっていうね、1払わない限り除去とか打ち消しますよっていう誤報、いやかなりいいんじゃないですかね。これワンフォークデッキでアドバンテージ要素ってあんまりなかったからかなりいいかなと思います。名誉回復、なんかちょっと色が薄い、色が薄いぞ。なんかこれね、光具合の関係じゃなくて色が薄いっすね。実際に何なんだろうこれ。マルチカラーは今回からそういうもんなのかな。パーマネント一つをね破壊できると。イニシアの協力除去が復活。エーブ全クなんでエーブ5マナ2にストーム、これがトークンであるならこれは伝説でない。ストームでコピーが出るのか、なるほど。コピーはトークンになると。これ以外であなたがコントロールしているウーズの数に等しい数のプライチカウンターが置かれた状態で場に出る。ストーム4だったら都合5体出るんだけど、1体目22、2体目33、3体目44、4体目55、5体目66で出ると。面白いな。5マナの22クリーチャー唱える前にそんなにねカードを連打できるかって言ったらなかなか難しいとは思いますが、さあ来い、なんか来い。意志なる知識、2マナタップ生贄で渦巻く知識ができるのか、なかなかいいんじゃないでしょうか。正気破砕、青青青、イラスト的にはもうなんかめちゃめちゃ強そうだけど、各対戦相手はそれぞれカード14枚切削する。これかー、山札14枚削り、突然のね。でもサイクリングでカード1枚引きながら4枚削ることもできると。結構すごいよなこれ。山札削るカード数々出てきましたけど、14枚削るっていうのは最高新記録なんじゃないかな。しかも普通に届かないときはサイクリングで4枚削れるかな。これ強いな。ライブラリーアウトデッキの結構エース級のカードですね。総帥の召集、懐かしカードの再録、種族選んで墓地から全部戻すよっていうね。はい、お互い選べるんだよな。だ自分の種族寄せとくと使いやすいと。きた、カエンジタの1年後、カエンジタの株みたいなね。20年の時を経て出ましたカエンジタの株のお友達。さあ獅子のカルス、あさっき出たやつだ。あれやっぱなんか金色薄いな。誠の木立、これ再録ですね。新イラスト、木が手になってる、ちょっと怖い。大地が顔になってる、結構怖い。でも綺麗。これ以外であなたがコントロールしている全てのエンチャントは被覆を持つと。エンチャント守るエンチャントですね。生贄下げるとエンチャント探せると、まあ、手札には加わらないけど山札の上に置くだけど、結構ねこれはいいカードで昔使われました。さあラガバンですか、フェッチランドも1枚しか出ずか。はい、フィニッシュ。いやー残念、ラガバン拝めなかったしフェッチランドも1枚しか出なかった。まあでもフィッチの神話レアが2枚出たし、青のスーパーフィニッシャーダクローの失声出たし、海と空のシビエルも出たから、まあなんか意外と一番のこう注目どころは少なめだったけど、結構上位レアが出たんで悪くないボックスだったんじゃないかなとも思います。あとね、やっぱりこうスタンダードとかパイオニア無視して作られてるだけあってね、カードがね強力っすね。やっぱ楽しい、あのねシンプルにね、こう新しいマジックのパックを開けてイラスト見たりカード名見たりカードの効果見たりするだけでも楽しいのに、それがね強いカード多いっていうのはやっぱりめちゃめちゃ楽しいっすね。想像力膨らむし、こうあーこれ使いたい、これ使いたい、こんなデッキ組んでみたいな、こんなデッキもいいなとか、なんかねこうそのワクワクする感じが通常弾の2倍以上あるかなっていう感じで、まあお値段も2倍以上するんですけどね。いやモダンホライゾンやっぱいいな、好きな商品ですね。やっぱりマジックの楽しみ方って本当に豊富にあるから、全て全部をケアした商品である必要なんてなくて、だからこう結構アクセル踏んでんなっていう商品ではあるんだけど、それもまた通常弾とこう引き立て合いもあっていいのかなと思います。通常弾でねどんどん乱暴に強いカードを印刷してってカードパワーがどんどんインフレしていくより全然いいですよね、そっちの方がね。っていう意味ではね、スケッチ版のカードもね、まあなんかそういう感じで肯定してあげれたらいいんだけど、こういうすげえ淡白なのが好きみたいな人も結構いるんじゃないでしょうかみたいなね言いたいんだけど、ちょっとさすがになんか淡白すぎるっていうか、個人的にはね手抜き淡白感があってあんまり好きくないですけどね。皆さんはどうでしょうか。はい、ぜひコメント欄でね、今回のボックスだったり、モダンホライゾンという企画の商品だったり、このスケッチ版についてだったりね、なんでもいいんでね、このモダンホライゾン2について、ご感想ぜひぜひシェアしてください。よろしくお願いします。というわけで明日明後日もモダンホラ2開封やっていくんで、お楽しみにお待ちください。チャンネル登録と動画の評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。